忍び忍んで忍び泣き。いや、違うな。もっとこう、拳だな、拳。忍び忍んで忍び泣き。ようやく里から抜け出せたっつうのに、何のんきにラップかましてやがる。ん？ここまでことがうまく運ぶ機会はそうはないぜ。それくらい分かってんだろ。いや、捕まったと見せてそれは擬態。今頃内派は緊急事態。なかなかの案だったぜ。身代わり暗夜の作戦。せっかく掴んだ自由だ。くだらねえラップを練習するより、もっと他のことに使えよ。ノー、ハッツン。これはラップと演歌の最強合体、新開発の常年合作だよ。いや、そんなこと聞いてねえし、俺が言いたいのは、もっと有効に。演歌ラップこそ至高、至高を重ねて、これこそ最高。ウィー。ああ、もういい。まあ見てろよ、ハッツァンよ。すぐに有名なメジャーデビューってもんよ。っていうか B、 お前気づいてんのか。何か厄介なやつが近づいてるぞ。優先すべきは演歌の修行、優秀優越目指すぜ最強。忍び忍んで。まさか化け物風情が歌の練習とは。誰だん？誰だんじゃねえよ。言っただろう、厄介な奴が近づいてるってよ。あ、そっか。随分と探しましたよ、ハチビ。お前、その服は確か暁とか言ったが。私の大刀サメ肌は強いチャクラが大好きでしてね。美味しそうなチャクラを嗅ぎつけたみたいで。悪いですが、このサメ肌の餌になってもらいますよ。何、命までは取りません。ふん、本来なら修行に専念だけど、お前のお邪魔、俺様懸念。使用で少々時間かかるがしょうがない。すぐに消滅させようか。消滅するのはあなたの方ですがね。格段の差ってのを教えてやるよ。サメザメと泣かしてやるぜ、このサメ野郎。お前を、星垣キサメ、以後お見知りおきを。星垣キサメね。あ、オッケー。タコに食われてすぐ KO。 戦闘開始。最強の俺様と戦うサメ野郎、今日の運勢最高に最悪。運が悪いのはどちらでしょうかね。スーパーパンチでスーパーピンチ。なるほど、さすがは8人というところでしょうか。
トルを終盤、バトルを制する俺の球、最強の人中力、あながち嘘でもないのですね。なかなかやるじゃねえか、バカ野郎、この野郎。お前が油断してるからだ、ちゃんと戦え。二重化しろ、ビー。とっておきは最後に披露してこそヒーロー。オーライト。あ、チビ、出てきましたか。これは面白くなってきましたね。勝負あり。サメザメと泣いたか、このサメ野郎。ウィー。手こずらせてくれたぜ、バカ野郎、この野郎。さすがは八尾、想像以上ですね。まあいいでしょう、どうせ時間切れ。あの方に気づかれてしまいました。あの方、ぐ何か気になることを言ってたが、まあいいか。この刀は戦利品、形見として俺のもの。そうやって悠長にラップかませるのも今だけだぜ。あ、どういうことだよ、ハッツァインよ。 B ゲリ、ようやく見つけたぞ、この大バカ者が。なんでここが分かった、説明絶望、目の前絶望。あれだけ派手に大騒ぎすれば誰でも分かるっすよ。ああ、それにお前のチャクラもダダ漏れだ、間違いようがないだろ。お前というやつは一人でチョロチョロしやって、お仕置きのアイアンクローだ。ブラザーストップ、雲のトップが大人げねえ。問答無用。聞きたいよ。